お花紙でふわふわもこもこのかわいいマスコットを作りましょう。黒で作れば黒助、赤で作れば赤助、青は青助、黄色は黄助、真っ白な白助、いろんな色でできます。レインボーカラーで作れば虹助の出来上がり。わかりやすいように2色のお花紙で作ったハロ助でご説明しましょう。お花紙はハロウィンカラーのオレンジと黒を2枚重ねにして使います。半分に切ったら横長に置いて蛇腹折りにします。蛇腹折りができたら半分に切り、そのうちの一つをさらに半分に折って折り目でない方に切り込みを入れます。切り込みは幅約3ミリ、深さは1センチ5ミリくらいです。開いて折り目の部分をホッチキスで留めたら、2枚重ねになっているオレンジと黒のお花紙を広げていきます。指先が乾いている場合はハンドクリームをつけながら作業しましょう。まず蛇腹折りの折り山を潰して2枚重ねになっているところの端を見つけ、破らないように開いていきます。引っ張り加減を調節しながら根元までしっかり開きましょう。お花紙がオレンジと黒に分かれました。オレンジを上にして真ん中の部分を押さえます。お花紙2枚からこれと同じものが4つできます。液体のりを真ん中につけ、その上にもう一つのパーツを置いて貼り付けていきます。この時周りを押さえるとぺちゃんこになるので、真ん中だけを押さえるようにしてください。残りの2つも同じように貼ります。最後の1つを貼ったら真ん中をぎゅっと押さえます。それをくしゃくしゃに揉んでから先を広げます。形を整えたら白い丸シールに目玉を描き、貼り付ければハロ助の出来上がり。他の色のマスコットも同じようにして作ります。五色鶴のお花紙は20色ありますから、20色のモコモコマスコットができます。色を組み合わせて作ることもできるので、お好きな色で自分好みのふわふわモコモコのかわいいマスコットを作ってお楽しみください。